皆さんおはようございます。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから毎日できる朝のポジティブアファメーションに入ります。これを繰り返すことで毎日が輝いて良いことが次々と起こるようになります。ぜひ繰り返し行ってみてください。それでは朝の新鮮な空気をいっぱいに吸って心地よい気持ちで取り組んでいきましょう。リラックスできる姿勢で目をつむってみてください。アファメーションとは、誘導の言葉をあなたの心の中で繰り返し意識して自分を肯定することです。これからの誘導の言葉をあなた自身の姿だとイメージしてください。私は今日も新しい一日を迎えました。私はこれから一日が始まることにとてもワクワクしています。なぜなら今日も私の周りに良いことが次々と起きると確信しているからです。私は今日一日幸せな気持ちで生きることを選択します。疲れ、不安、気だるさとは無縁になって、私は幸せです。私は豊かです。なぜなら今日このような心地よい始まりを迎えることができたからです。私は愛されています。なぜなら私が多くの人を愛しているからです。私は今日も一歩成功に近づいていきます。
なぜなら私が心の奥底から願うことはすべて実現していくからです。私には不可能はありません。私は完全です。私は力に満ち溢れています。今日一日が終わるとき、私は幸せな気持ちでいることを選びます。これからの一日、素晴らしい奇跡が起きると信じます。私は今日も恵まれている。私はとても幸運です。私はその幸運を多くの人と分かち合っていきます。私は今日これから奇跡の一日を始めていきます。